ロシア軍は激しい戦闘の末、ウクライナ東部ドネツク州の要衝アブデーフカを制圧し、さらに進軍を続けていて、ドネツク州全域の支配に向け攻勢をかける構えです。これはロシアのペスコフ大統領報道官が18日明らかにしたものです。アブデーフカはロシアが実効支配するドネツク州の中心都市ドネツクに近く、ウクライナ軍にとって重要な陣地で、 2014年以来ウクライナ側が拠点を築き精鋭部隊で死守してきましたロシアの国営テレビはアブデフカの視聴者や工場などにロシアの国旗が掲げられる様子を繰り返し伝えていますロシア国防省は制圧作戦でおよそ32平方キロを新たに支配下に置いたと成果を誇示し今後ドネツク州全域の支配を目指して前進を図るものとみられます